皆さんこんにちは、不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、米国最大の不動産ブローカーであるケラー・ウィリアムズが日本へ進出するという内容についてですね、解説をしていきたいと思います。実はですね、8月にケラー・ウィリアムズ・ジャパンの代表になるマーク・山本さんには都内某所の方でですね、お会いしていたので、ケラー・ウィリアムズ・ジャパンの設立についてはですね、報道より先に把握はしていたんですが、正式にリリースが出てからですね、動画で解説していこうと思いまして、今日の解説になります。米国のビッグ3ですね、リアロジーとリマックスとケラー・ウィリアムスなんですけれども、リアロジーは傘下にセンチュリー21だとかサザビーズだとかコードウェルバンカーみたいなものを持っていて、知名度があると思うんですが、ケラー・ウィリアムスはあまり、ご存知の方多くないと思いますので、ちょっと説明していきます。ケラー・ウィリアムス・リアリティですね、正式名称です。テキサスのオースティンで1983年に設立された企業ですね。まだ若い企業です。ゲイリー・ケラーとジョー・ウィリアムスっていう2名で集めたですね、不動産仲介ブローカーだったんですね。こういう名前をくっつける会社多いですよね。私が持っていた会計事務所の KPMG もクラインベルトとピートとマーウィックとゲーテラーの頭文字取って KPMG ってしてるんで、こういう名前ネーミング多いですね。さて、私も行ったことありますけれども、テキサスのオースティンっていうとですね、アップルが第二本社を構えていたり、 Google とか Facebook の拠点があったり、結構テックの企業が集まっていることで有名なところです。で、国立の大学ではですね、一番レベルのいいテキサス大学があるから、そこからエンジニア引き抜こうみたいなところの狙いもあるんですけれども、結果全米からですね、受験者が集まってくるっていう状況になってるんで、オースティン周辺のですね、シェアハウスだとか賃貸、学生向けの賃貸はですね、もう常に何年か先まで予約待ちみたいな状況だって聞いてて、全然空室物件がないような状況ですね。ちなみにこちらがですね、テキサスでナンバーワンのバーベキューのお店に行った時の写真ですね。ナンバーツーの写真もあります。ここ、やっぱりアメリカの中で一番美味しい肉料理食べられるんじゃないかなという思いますんで、機会があればぜひ行ってみてください。さて、ケラー・ウィリアムスに話戻しますと、1983年に創業してからですね、2年後の1985年にはオースティンでトップの仲介会社になります。で、1991年でですね、テキサスでフランチャイズビジネスを開始して、その後順調に全米に展開をしていって、2012年ですね、ケラー・ウィリアムスワールドワイドっていうですね、グローバルなフランチャイズ部門を立ち上げました。2013年にはですね、エージェントの数で全米1位になるっていうことでですね、2018年時点で、世界今940カ所、18万人のエージェントを抱えるインターナショナルブローカーなんですね。で、センチュリー21とかコードウェルバンカーを傘下に持つリアロジーがグループ全体としては大きいんですけども、単一のフランチャイズブランドとしてはですね、米国最大、これがケラー・ウィリアムスですね。で、アメリカのエージェントってのはですね、それぞれ、こうしたブローカーに所属することになっていて、エージェントはですね、ブローカーの看板やシステムで仕事ができる代わりに、仲介報酬をシェアするみたいな、そういう形になっているのがアメリカの不動産仲介の、状況です。エージェントはですね、通常正社員じゃなくてフルコミッションなんですね。なので、ブローカーとしてはですね、新人を一から育てていくよりも、経験のあるベテランみたいなものを、確保するってことを重視してます。なので、エージェントの引き抜き競争がすごい盛んでですね、露骨にやりすぎたコンパスがリアロジーから訴訟されてるみたいな状況になるわけですね。さて、エージェントはですね、通常チーム組んで活動します。ベテランの下に新人がついてですね、調査担当だとか、リスティング担当だとか、契約担当だとか、内覧担当だとか、それぞれ役割分担するわけですね。ベテランは効率的に、数を処理できるってことになりますし、新人エージェントはですね、自分の顧客開拓のチャンスが得られるということで、お互いメリットがあるわけです。当然、エージェントが他のブローカーに移る、移籍とかになってくると、チーム単位で移るみたいな話ですよね。なので、ここら辺結構外資のコンサルティングファームっぽいですよね。さて、報酬のシェアの割合なんですけれども、チーム内でベテランかそうでないかによって当然変わってくるわけですね。で、報酬の取り分の契約ってのをブローカーとエージェントがそれぞれコミッションスプリットってのでやるんですけど、新人の場合はですね、大体仲介手数料の 30% から 50% をブローカーに払わなきゃいけませんし、エクスペリエンスエージェント、つまりベテランですね、だと 10% から 20% は仲介手数料の中から、ブローカーに上納しなきゃいけないわけですね。で、これが、チームリーダーと呼ばれるですね、プロデューサーレベルの場合は 0% だったりするわけですね。つまり 100% 自分の取り分になるってことです。で、チームのリーダーを優遇するってのは、どこのブローカーも今やってることで、それによって優秀なエージェントを確保していきたいって話ですね。さて、ケラー・ウィリアムスなんですけども、報酬体系、この配分にですね、独特なちょっとネズミ子っぽいですね、シェア率入れて、急成長してきたわけですね。エージェントを誘い込んだ人にもですね、恒常的に利益が分配されるような仕組みですね。この話すると長くなっちゃうんで、それはまた別の機会にして、ケラー・ウィリアムスではですね、チームビルディングにも独自のノウハウがあるっていうふうに言っています。
チームビルディングの、まあ、マニュアルがあってですね、まあ、リーダーとアドミストレーターと TC とエージェント、まあ、エージェントにもリスティングエージェントとバイヤーズエージェントそれぞれ分かれてて、あと、ショーイングエージェントですね、内覧担当のエージェントみたいなものに役割分担が明確化されていて、それによってですね、理想的なチーム構成みたいなものを、まあ、構築する、まあ、ビルディングのノウハウがあるっていうんですね。まあ、一番多いのが1チームで4人、例えばバイヤーズエージェント2人とアドミストレーター2人みたいな感じですね。まあ、これだけで年間100件ぐらい取引ができるようなミニマムな組織ができるということで効率的に運用できると。で、多くのブローカーはチーム制やってるんですけど、まあ、特にこのアドミストレーターだとか TC みたいなのは、まあ、プレイヤーを置かないケースが多いんで、まあ、業務の効率が悪くなっちゃうみたいな話ですよね。チームビルディングがケラー・ウィリアムスの売りだったりするわけです。さて、その米国最大のケラー・ウィリアムズなんですけども、日本にようやく進出してくるわけですね。その背景と影響を見ていきたいと思います。以前の動画でも解説しましたが、ケラー・ウィリアムズだけじゃなくて、リマックスもリアオロジーもテックの脅威に直面しているっていう状況ですね。これは解説させていただきました。まあ、レッドフィンだとか、コンパスといったハイブリッドブローカーの台頭だったり、オープンドアだとか、オファーパッドみたいなアイバイアの登場によってですね、すっごい危機感を持ってるのが今のブローカーですね。なので、まあ、新時代のテクノロジーみたいなものを前面に打ち出さないと、まあ、ケラー・ウィリアムズにしても、リアロジーにしても、リマックスにしても、優秀なエージェントってのがですね、まあ、コンパスだとかレッドフィンに引き抜かれちゃうってことで危機感感じてるわけです。なので、ケラー・ウィリアムズはですね、去年2月、エージェントの AI バーチャルアシスタントツール、ケリーを発表しました。まあ、エージェントがですね、効率よく、まあ、ビジネスができるような、そういうアシスタントツールなんですね。その壇上で、創業者のゲリー・ケラーはですね、We are a technology company. Number one, that means we build the technology. Number two, that means we hire the technologists. We are not a real estate company anymore. って言ってるわけですね。つまり、まあ、私たちはもうテクノロジー企業なんですよと。まあ、第一に私たちはテクノロジーを、まあ、開発するっていうことを意味してますと。第二に私たちはテクノロジーのエンジニアを採用するってことを意味してますと。なので我々はもう不動産会社じゃないんですみたいなことを、ゲリー・ケラーは言ってたわけですね。三大ブローカーの中でもですね、特にテクノロジーにまあ最も積極的な印象があるのがケラー・ウィリアムズです。実際シリコンバレーからですね、まあ約10億ドル使ってですね、かなりエンジニアリクルートしていて、まあ現在、まあ600人以上のエンジニアがですね、システム毎日作ってるっていうふうにまあ表明しています。で、まあ他社みたいにですね、まあ、異なったテクノロジーツールの採用でそれをコンバインするってことじゃなくて、自社内でビッグデータ活用して一元化できるシステムを持ってるのは我々だけだみたいな形で表明してますね。実際、アイバイヤーであるオファーパッドと先日事業提携発表して、まあこれも話題になっています。で、日本進出なんですけれども、実はもうすでにアジアではですね、各地で事業展開していて、日本はアジアの中で10番目の拠点なんですね。まあカンボジアとか上海だとかインドネシアとかマレーシアとかフィリピンだとか、もう KW っていうのはもうそこに拠点持っていて事業展開してるんで、まあその世界展開の中の一環が、まあ今回は日本進出なんですが、まあ日本でどう受け止められてるかって話なんですね。まあ日本ではやはりセンチュリー21とかサザビーズぐらいは名前知ってるんですけれども、実はまあリマックスグループもですね、コールドウェルバンカーも日本で事業展開してるんですね。で、KW だけが唯一日本に来なかったと。で、ようやく進出になったわけですね。で、日本では後発なので、かなり意気込みを入れてると聞いてます。詳細はあんまりお伝えできないんですけども、結構なお金使ってますね。ケラー・ウィリアムズ・ジャパンの代表がマーク・山本さんって方なんですけども、ご存知の方も多いと思います。シネコンのですね、バージンシネマ・ジャパンを展開された方ですね。で、まあ、それをバイアウトして、売却して、40代で、まあ、アーリーリタイアメントされたということですね。で、まあ、アメリカにずっといたんですけど、まあ、日本に戻ってきたという話で、フォーブスの取材記事がですね、まあ、詳しく説明してますんで、まあ、ご興味あればリンク貼っておきますので、解説欄の方から、山本氏のキャリアをご覧になっていただければと思います。実際お会いさせていただいたんですけども、即決型の非常にエネルギッシュなリーダーという印象で、まあ、日本での事業展開に非常に、まあ、意欲を持たれてますということですね。で、もうすでに経営陣のチームビルディングできてて、年末から代理店をどんどん展開していくって計画になってます。で、これまでですね、リマックスだとか、コールドウェルバンカーが正直あまり日本の市場でうまくいってなかったんで、まあ、今回でもまあそんなに大した影響ないだろうって考えられている業界関係者も多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、今回の違いはやっぱりテクノロジーですよね。で、本国でも三大ブローカーの中で最もテックにお金を投下しているのが KW ですし、まあ日本でもテクの活用必須と捉えられているようです。どのプレイヤーと組んでいこうと考えられているかというのは今後も注目が必要ですよね。なので、もうすでに他の動画で説明させていただいてますけど、不動産、取引ってのはもうグローバルになってますので、アメリカのエージェントも日本の不動産紹介したいみたいな話とかもよく聞いています。なので、こうしたグローバルの中でですね、どうやって生き残っていくかっていうのがですね、日本の不動産事業者にとって考えていかなきゃいけない課題だと思ってますので、まあ、こうしたですね、アメリカの最新動向等もですね、今後も動画で発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。